里見発見で聞こう、こちらは里見義実公戦国里見氏の開祖、かつ、映画 の主人公というか、出てきた方ですよね、里見義実公は、阿波に入ってですね、先ほど種姫行ってきたんですけど、伏せ姫という方をですね、作るにあたって、フィクションなんで、映画の方の話を少し加えればですね、1983年の里見発見伝、これがまあ原点というか、あの江戸時代の滝沢馬琴の南宋里見発見伝、を映像化映画化したものですよね。後年あのリメイク版も出てますけども、通常あの里見発見伝というと、有名な俳優さんも多く出ている、1983年の映画、その中でですね、里見義実公、またあの関東管領上杉定政、伏せ姫、もちろんあの発見士も出てきますし、発見士を中心としたですね、主人公とした映画という形になりますよね。義実公はですね、この、簡単に言えばこの、いろんなところの説があるんですけども、まず格ではないと思いますよね。で、格というんであれば、それは その証拠もないっていうことも変ですけども、まずないです。そうなると、いろいろ読んでいてですね、あの出てくるお名前っていうのが、義実公のみなんですけども、諸国を流浪してと、なんか京都とか西日本の方、まさにあの徳川の祖である徳阿弥みたいな感じですかね、いろんなところを見てきたんでしょうけど、というかあの流れ着いてここに来たっていうこともありますよね。最初からは一国を取ろうなんて思ってなくて、近しい豪族とですね、婚姻関係も結んだり、まずは阿波の一国、この地域ですよね、を、切り従えたというか従えたと、そういう意味ではちょっとこの方はですね、私は尼子常久にちょっと似てるなと、全くあの待遇というか、出どころも、もう完全に京国家ですから、守護代の家ですし、全然違うんですけども、こちらも新田源氏の名門ということで、全然全く違うんですけど、なんかお墓が似てるって言ったら変ですけど、吉田猫の墓前でね、この話したら怒られるかもしれないですけど、なんかいつもここに来ると、常久公のお墓を思い出すんですよね。はい、それはいいんですけど、吉田猫、そういう形でですね、里見発見伝に出てくるという形になりますし、このモチーフって、要するに伏せ姫ですよね、を娘としてるわけですよ。で、娘というにはその種姫、種姫は実際はあの吉高公の娘なんですけど、これは実在した人物ですよね。で、吉高公の娘さんということで、さっきあの修林寺さんの方の跡地の方も行ってきましたけど、碑がありますよね。ですからその後世に語られるのに、そういう実在した人物を、ちょっとイメージしてというか、要するにお墓がないとかですね、ちょっとミステリアスな部分を持っている方なんで、種姫ですね、その方を伏せ姫の、イメージに合わせてですね、したとされています。はい、で、吉田猫に関してですね、映画の話は、ともかくですね、こちらにお休みになっていると。こちらは阿波国ですね、常住院さん、戒名も常住院でってなってますよね。お名前もちょっと珍しい形になりますんでね。はい、こちらでゆっくり休まれていると思いますのに、墓前で騒がしてすみません。